ニカの乱、またはニカの先導は532年に東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルで起きた皇帝ユスティニアヌス一世に対する反乱である。ニカとはギリシャ語で勝利を意味する言葉で反乱を起こした市民の掛け声である。暴動開始から1週間にわたってコンスタンティノープルのユスティニアヌス一世皇帝に対して行われた。これは 死の歴史の中で最も暴力的な暴動となり、コンスタンティノープルのほぼ半数が消失、または破壊され、数万人が殺害された。古代ギリシャローマでは戦車競争が人気を得ていた。その歴史は古く、ホメロスの時代から死者追悼の行事として描かれており、ローマにおいては見せ物として市民に歓迎されており、さらに政治とも結びついていた。 ローマ市の大競技場について、大プリニュースは25万人収容できるといい、小プリニュースはトライアノスがさらに5000席用意したとも、ある。タキトスの、年代記には、ネロが、規定のブリタニクスと服装の差をつけて、競馬場の観客に、後位継承者としての事故を印象付けようとした、という話が紹介されている。ローマの競馬は、市民の日常生活とも結びついており、 ローマの繁栄と大敗を象徴するパンとサーカスの一例でもあった。コンスタンティノープルの競馬場の収容人数は約5万人で、年間開催日数は100日以上、1日に数十レースが行われていた。ローマの場合と同じで国家による市民への食料供給によって成り立っており、この場合のパンは属州エジプトから租税として収奪された穀物であった。 イスタンブルにはコンスタンティノープルの競馬場の跡が残されているが、そこには高い石の塔が立っており、それは表面にエジプトの文字が刻まれている、エジプトから運搬されたオベリスクである。戦車競争への熱狂により、機種は民衆の英雄になり、応援団が幅を利かせるようになっていた。レースは色の名前で呼ばれる旧車によって運営され、この事件の頃には青と緑が、 市民の人気を二分していた。応援団員は、奇抜な髪型や服装をし、市内をもか歩し、殺人事件などのファン同士のトラブルをも引き起こしていた。上日のオベリスクの台座のレリーフにも残されているように、皇帝さえも競技に熱中し、チームのファンであった。競技場は、宮殿と隣り合わせで、貴賓席へ直接出入りできるような構造になっていた。 コンスタンティノープルの競馬場は5世紀以降、皇帝の即位式の式場であったが、加えて、市民と皇帝が日常的に接する場でもあり、市民は皇帝を称えるだけではなく、様々な誓願や講義を行い、その場合でも、青や緑の応援団が温度をとっている。古代民主政治において、アテネの民会やローマの平民会のように、 市民が公的な機関を通じて政治に直接参加するシステムであったが、ローマにおいては、バンとサーカスの代償として、自分たちの政治的権利を明け渡している。しかし、市民が本来の主権者であるという意識は残り、青、緑の応援団員の指揮下で積極的に参加し、自分たちの町を自分たちで護衛するという自治意識が、そこには現れている。 競馬場を舞台とした市民の政治活動は5世紀の末から6世紀の初めのユスティニアヌスの即位する前後に最高潮に達している。おじの皇帝ユスティヌス一世の下で実権を握っていたユスティニアヌスは時代皇帝になるべく市民の関心を得ようとして上述の青のチームに肩入れし資金提供や応援団員を採用したりしていた。騎士によると 青のチームの団員たちは、街頭で蛮行を繰り返し、白昼堂々、聖ソフィア協会で、殺人事件を起こすようになっていた。見かねた死の総督は、ユスティニアヌスが病気になった際に、青の犯罪者の一斉検挙を行った。回復したユスティニアヌスは、この総督に濡れ衣を着せ、イエルサレムへ追放した。彼は、青の追手に怯えつつ、聖堂の中で隠れて暮らしたという。 そのような措置を取ったユスティニアヌスであったが古代ローマ帝国の最高を願う彼にとって競馬場の応援団体や市民を内心では軽蔑していたらしく財務長官のヨハネスを用いて国土回復の戦争の準備を着々と進行していた青や緑の方でもユスティニアヌスがこれまでの皇帝とは異質であることに気づいてきており両者の対立は一触即発状態になっていた ヒッポドロームとアヤソフィアのある宮殿地区の地図そんな折、応援団員のを起こしたい境で何人かの死者が出て犯人が逮捕され処刑されたが、刑場へ詰めかけた市民の圧力に駆使したらしく、刑理は処刑に失敗し、青、緑の一名ずつが生きたまま処刑台から転がり落ちた。二人は市民に守られるように教会へ逃げ込み、思想徳の配下がそれを取り囲んだ。 その3日後、戦車競争が行われたが、競技場の市民たちは応援団員の温度に符合して、先の二人の釈放を要求し、それが聞き遂げられなかったや、否や、にか、と叫び出した。この競馬場で始まった暴動は、市内へも飛び火し、市総督の館は破壊され、宮殿の門にも放火され、聖ソフィア教会も焼け落ちた。 夜になって一旦暴動は収まったが、翌日には市民たちは、競馬場で財務長官、ヨハネス、司法長官、トリボニアヌスらの悲鳴を訴えてきた。ユスティニアヌスはやむなく、ヨハネスらの解任を市民たちに向けて告げたが、言動員議員たちの先導もあり、事態の解決にはつながらなかった。そこで、ユスティニアヌスは20年ほど前に、 皇帝アナスタシウス一世がやった例に習って、福音書を手に取って、今回の暴動の原因は、自身にあり、市民たちの行った行為をすべて許すと宣言した。しかし、市民は、彼のことを、嘘つき、豚となじり、彼は引き下がらざるを得なかった。元老院議員や市民は、アナスタシウスの甥いのヒュパテウスを担ぎ上げ、競馬場の貴賓席に立たせて、皇帝観光を行った。 その間、宮殿では、ペルシア戦線から戻ったばかりの将軍、ベリサリウスらも交えての前後作の協議が行われており、将軍はヒュパティウスを捕らえようと、手勢を率いて宮殿から競馬場の貴賓席へ侵入しようとしたが、失敗した。ユスティニアヌスはついに逃亡を決意し、船に荷物や財宝を詰め込もうとした。そこへ、皇后テオドラが以下のような演説をした。 たとえそれによって命ながらいるとしても、今は逃げる時ではありません。皇帝であったものが亡命者の身になることはできない相談です。私も出会う人々が自分に向かって皇后陛下と呼びかけないような日々は送りたくはありません。逃亡すれば身の安全が得られるとしても、果たしてそれは命と引き換えにしてよかったと言えるものでしょうか。私は イニシエの言葉が正しいと思います。定位は最高の死に、ソータバであるテオドラのこの言葉に励まされた、ユスティニアヌスは踏みとどまる決意をし、ベリサリウスに新たな攻撃を指示した。ベリサリウスは、傭兵隊を引き、宮殿を出て迂回し、競馬場へ向かった。そして、観客席にいきなり突入し、全面攻撃を開始した。騒動を起こした。 応援団員や市民を当局が捉えることはあり、また皇帝が青、緑の他方の活動を制約したことはあったが、競馬場に集まっている観客全員を敵とみなす行為は前代未聞であった。この突入により3万人の市民が殺されたとシカプロコピオスは伝えている。この間に宮殿と貴賓席を隔てる扉は壊され、対立皇帝ヒューパテウスも捉えられた。 以上のようにして、この大反乱は鎮圧された。この反乱鎮圧により、ユスティニアヌスは古代の民主政治の伝統を否定し、ビザンツ帝国の先制国家への道が開かれた。反乱を一言で言うと、キリスト教に支持された独裁者の道を歩む皇帝と、古代民主主義を解雇する市民との対決であった。ユスティニアヌスの古代ローマ帝国最高の理想は、時代錯誤であるか あるいは多大の災難を内外の人々にもたらすものであったとプロコピオスは語っている。この時代錯誤の理想を無理やり推進しようとした皇帝に対し市民は激しく抵抗したが彼らが皇帝に求めたものはパントサーカスでありユスティニアノスの戦争政策によってそれが奪われるというのが反乱の理由であった。しかし、 そのパンとサーカスも属州民に対する支配と搾取からなるものであり、彼らも戦争に加担していたわけである。どちらも歴史の流れに背を向ける存在であった。そしてサーカスに溺れる市民こそが独裁的な皇帝を生み出し、皇帝から供給されるパンが市民の大敗を引き起こしているという点で、両者は一体の存在でもあった。以上の点で、 ニカの乱も、ローマのパンとサーカスの最後を飾るエピソードでしかなく、新たな時代を築くものとはなり得なかった、と言える。エンゲルスは、このような古代社会の行き詰まりを、袋小路と表現している。ユスティニアヌスは、その後、ローマ法大全を編纂し、聖法の領土を回復し、聖ソフィア教会を再建し、彼の理想を実現した。しかし、ゴート人から奪い返したとき、 ローマ市の人口は当たった500人になっていたように、それは虚しいものでもあった。エンゲルスは、ここでただ一つ救いになることができたものは、完全な革命だけであったと続けて述べている。そして、アラビア半島より、イスラム帝国という革命がやってきたのであった。ありがとうございます。